姫路城をめぐる戦は前哨戦に過ぎなかった。毛利と織田の戦いは長期戦の様相を呈する。羽柴秀吉は毛利の支配下にあった光月城を落とすと、毛利に滅ぼされた天子家の天子勝久を入城させる。信長包囲網の頼みの綱、武田は長篠で織田に大敗。越後の軍神上杉謙信もすでにこの世にいない。このままでは信長の圧力を一手に引き受ける。この毛利家の危機を元就の策略が救う。暴臣が紡ぎ出した光月城を奪い返す策、それは秀吉や両兵衛すらも驚愕させるものだった。中国の将、光月城の戦い。半兵衛、具合は悪そうじゃな。無理はいかん。今回の戦には出んで。大丈夫だよ秀吉様。それに俺、死ぬなら先陣で死にたいし。半兵衛、失礼いたします。秀吉様、一大事です。毛利元就の調略で後輩の三木城が裏切りました。何？合わせて信長様よりご命令です。光月城救援は中止、急ぎ撤退せよとのこと。光月城の味方を見殺しにせえと？撤退しなきゃ。秀吉様、このままじゃ危ないよ。それに信長の命令でしょ。できん。信長様のやり方は信長様のやり方じゃ。わしには別のやり方があるはずじゃ。秀吉様に仕えてよかったよ。半兵衛、そんな体でどこへ。秀吉様の気持ちを察して光月城救援の策を立て直してる官兵衛殿のとこ。俺も軍師だしね。一生は隠居っぽいね、お互い。三木城を反乱させ秀吉の後ろを抑えた。私が信長公なら光月城を捨て即時退却を命じるけど。それはありません。秀吉も、そして秀吉の軍師も光月城を見捨てません。戦場で敵と出会い君はそう感じたと。いずれにせよ、ここで秀吉の部隊を完全に叩かないと織田軍が巻き返してくるのは時間の問題。毛利家が生き残れるかはこの戦の戦果にかかってる。行こうか高影。光月城主は天子勝久、毛利への恨みは深い。
劣勢でも必死で戻ってくるはず。油断は禁物ということです。ならば周囲の取り手から確実に落としてやるべき。ただ戦意旺盛な相手には力全部は計算。まずは砦を守る将をいびき出してみます。させてくれる高校息子だ。本来頭脳労働専門なんだけどね。これはどうかな。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。本来頭脳労働専門なんだけどね。ここまではうまくいきましたね。この砦の守備をお願いします。開門。この近くに敵の兵糧庫があるはずだ。うな、次は兵糧庫を奪うぞ。まずい、兵糧庫が狙われているぞ。皆の者、撃って出よう。開門。半ば勝ったように。
一気呵成に攻め立てましょう。これはどうかな。この戦果、次の一手につなげなければ。敵将、撃ち取ったよ。次は光月城だね。テルモト、お前はここを守っていてくれ。敗北条件変更。打ち取りました。三種の教えだ。アマゴ勢はまだ耐えているようだな。南砦で一叩き。ここまでは俺たちの作戦通りだね。あれは官兵衛と半兵衛。光月城を救うために戻ってきたのですか。やるな。これはどうかな。はい、どうも。これより森軍を逆包囲する。世を乱す最大の火種を消し潰すのだ。策を立てているのは神。敵援軍を退けるには彼を倒さない。勝利条件変更。騒ぐなバカ。軍師どもの策は敵に筒抜けだ。ここまではうまくいきましたね。半兵衛が動いておらぬな。ここで策を畳みかける手はずだ。あれ、そろそろ頃合いかも。ごめん、利家さん、すぐに出られる？ああ、んじゃ、行くぜ。やれやれ。何かのようですね。
甘くしたならもっと効果的に策を打てたはずですが。奥の手だ。随分半兵衛を買っているかね。だが彼こそが敵の弱点かもしれないね。あの砦を落とされていた。完全に別荘に立たされていたところだ。包囲は不完全なままか。半兵衛、まさか。急ぎ5つ目の兵を出せ。半兵衛の加勢に向かわせるのだ。奥の手だ。足場が乱れている。かくなる上は打って出るよりあるまい。カイドン、はい、どうも。光月城が開門しただ。わずかな乱れに動揺するとは愚かな。このままでは我らまで窮地に陥る。あの風景は諦めるべきだ。うん、やれやれ。兵は秀吉様のもとへ急ぎ本隊を交代させよ。我らの兵をまとめ次第後を追う。ごめん官兵衛殿、しんがりは俺がやるから秀吉様を頼んでいい？その体で神殿に務まるとは思えない。後の始末は私がやる。兵は先に戻れ。敵は完全に浮き足立ったね。ここで弱点をつけば勝機をつかめそうだ。はい。しかし半兵衛はどうしたのでしょうか。三種の教え。アマゴ勢の救援ならず。ごめん官兵衛殿、足を引っ張っちゃって。もうよい。とにかく逃げ延びよう。よし、秀吉様のもとへ急ぐぞ。